三井アウトレットパーク三井アウトレットパークイルマ三井アウトレットパークイルマは埼玉県イルマ市にある三井アウトレットパーク系列のアウトレットモールである首都圏中央連絡自動車道イルマインターチェンジ直近の国道16号沿いにある敷地面積86000平方メートルと店舗面積32000平方メートルは国内最大級のアウトレットモールである国内 外の有名ブランド181点、レストラン6点、フードコート11点とファミリーマートなど、その他店舗が6点の計204点が入居しており、このうち44点が日本初支店、26点が関東初支店である。宝屋のクリスタルガラス事業の高級ブランド化再編に伴い閉鎖された宝屋武蔵工場の跡地に建設された。工場内には、 クリスタルガラスのアウトレットが設けられ、その閉鎖前には最後のセールが開催され、おしむ利用者が集まった。今回の建設では、同工場への天皇の行幸記念として植えられた2本の木が残された。埼玉県では初出店となり、2008年4月4日にオープンしたコストコホールセールイルマ倉庫店が隣接する。近隣の大規模店には、イオンサヤマ店、 イオンスタイルイルマがある。校内で停車中の西武バス。写真は、当施設のラッピング広告を施したバス中期なき、ものは、西武バス反応営業所が運行。1、西武池袋線イルマ市駅より2、西武池袋線武蔵藤沢駅より3、八甲線箱根ヶ崎駅より4、中央線立川駅南口より5、東武東上線、川越線川越駅西口よりまた、 西武ドームで、と休日にデーゲームが開催される日は、試合終了後に、無料直行バスが運行されている。開業以降、他の郊外ロードサイド型アウトレットモールと同じく、マイカーでの来訪が多いため、休日の昼間は駐車場へ入庫するまでに1時間以上を、要する。その影響で、国道16号や国道463号など、周辺の所沢市や鞘山市にわたる、 広範囲の地域に渋滞が生じており、公共交通機関利用の来訪でも路線バスが渋滞に遭うことがある。また、大型商業施設がオープンするまではほとんどありえなかったことだが、県央道イルマインターチェンジ出口の交差道路渋滞による料金所混雑が見られる。このような現象は2007年のイオンモール日の出開業時にも見られた。 投資施設に立ち寄らないドライバーや路線バス利用者、周辺住民にも波紋が広がっており、公共交通機関の積極的な利用を呼びかける、交通需要マネジメントなどの改善が求められている。2008年のゴールデンウィークには、連日の渋滞が予想され、テレビなどの報道や周辺自治体などで問題となった。また、渋滞を回避する迂回乗用車によって、 隣接地域で重大人身事故が発生。他にも渋滞によって、駐車場への入場時間短縮を図った乗用車が、近隣地域への路上駐車をするなどの問題がある。コストコと、近隣自治会との話し合いを行っているが、改善対策の方針もなく大きな問題となっている。この影響に伴い、路線バス、観光バスが渋滞に巻き込まれ到着予定時刻が、 大幅に遅延している状態である。特に路線バスは時刻表通りの運行でも渋滞に巻き込まれると以降の停留所に到着する時刻が変動してしまい、その後も遅れが入り緊急で臨時の便を出す場合もある。ありがとうございます。